こんにちは。東武東上線の TJ ライナー。川越特急として走っている、東武5万9中継です。今回は鉄道模型を購入しました。首都圏中日本鉄道さんが前からずっと欲しかった東武東上線の車両です。今回はこの僕の N ゲージです。グリーンマックスから発売されている東武5万9中継、TJ ライナー、川越特急を買いました。基本セットは4両で増設セットは6両です。実車同様の重量フル編成にするために基本セットと増設セットを買いました。増設セット6両のブックケースは大きいですね。重量フル編成が入るようにウレタンを加工するのはパーツ取り付けの後にやります。まずは基本セットから開封します。取扱説明書と行き先表示シールと車体番号インレタがあります。東武5万90系は重量編成6本しかないのでトップナンバーとラストナンバーの車体番号が印刷されています。東武5万90系の編成は5万1091編成、5万1092編成、5万1093編成、5万1094編成、5万1095編成、5万1096編成までお好きな編成で再現してください。列車無線アンテナ。パンタグラフ周りのヒューズボックスのパーツです。まずは池袋より先頭車、クハ5万1090を見てみましょう。車体は青よびをまとってかっこいいですね。前面は実車同様でかっこいいですね。池袋より先頭車は10号車になります。パンタグラフ付きの中間車、6号車となるモハ5万5090を見てみましょう。これは動力車、いわゆるモーター車になります。パンタグラフは壊れやすいのでウレタンにしまうときは引っかかってないか確認してください。パンタグラフなしの中間車、5号車となるサハ5万6090を見てみましょう。登場ラインのロゴがいいですね。1号車となる小川町より先頭車、クハ5万90を見てみましょう。池袋より先頭車とは違って屋根上車端部にある四角いアンテナがない車両です。これで基本セットは以上になります。増設セットの方を紹介します。増設セットは9号車となるモハ5万2090、8号車となるモハ5万3090、7号車となる5万4090、4号車となるサハ5万7090、3号車となるモハ5万8090、2号車となるモハ5万9090が入っています。基本セットと組成すると重量編成になります。増設セットではパンタグラフ付きの中間車は動力車ではないトレーラー車になっています。車輪が外れて落ちて紛失してしまいますので、外れている車輪を見たら元の状態に戻してください。増設セットは以上になります。これでグリーンマックス、東武5万90系、TJ ライナー、川越特急の紹介は以上になります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。X のフォローもよろしくお願いします。それでは、またねー。